今日はこちらです。キャノンから結構変わるし、カメラ一体型プリンターキャノンのインスピックってやつちょっと紹介したいなと思います。はい、中の人です。まあ、久しぶりにこんな可愛くカメラを見たって感じだよね。これもこれで悪くないなってちょっと思ってね。ジンクの技術使ってるんで、まあインクは必要ないんだけど、まあスマホ専用プリンターで、これは、まあ、カメラ一体型なんだよね。そんでもって撮ることができるのは写真だけだから、まあこんな感じなのかなって思うんだけどね。弟子さんにはマイクロ SD とかのスロットもついてるし、まあそういうところなのかなって思うんだけど、ここまでシンプルなのも久しぶりに見たなっていうところだし、まああとはスマホアプリを入れてもらえば、まあ、共有もできるし、まあ、そこからの印刷もできる。まあこれもこれでありなのかなって正直思うんだけどね。うん、皆さんどうでしょうかね。これはついでだからね、うん、ちょっと飲んでみたってだけ、はい、大したことはないんだよね、うん、そういうとこかな。
うでしょうかね。